はい、ということでですね、今回は、はい、日産スタジアム横浜 F マリノスの試合当日に潜入取材させていただけるということで、はい、本当にありがとうございますということで、なんと、はい、ユニフォームねさせてもらったんですが、チームの方に、はい、結構似合ってますね。うわ、ナス、はい、本当にありがたいことにありがとうございますということで、このユニフォームで、はい、はい、今日はねスタジアムの魅力をお伝えしたいと思いますので、はい、早速行ってみましょう。はい、2007年以来か、横浜 F マリノス6年間所属させていただいたので、まあ、僕も紹介できる部分はあるんですが、はい、今回は、まあ、横浜 F マリノスという、はい、この方ということで一緒に戦った友人でもあり、はいはい、レジェンド、この方です。栗原雄三さんです。初めましてナスさん。初めましてユーゾータ、よくねアップの時もこうやって体幹を鍛えるために、はい、こうじゃれあったりねよくしてたんですけど、プライベートもサッカーも仲良かったっていう、はいはい、クラブチップキャプテンということで、はいはい、現在、まあ、アンバサダー的なね、そうです、そうでね、はいはい、ということで紹介してもらおうと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで、はい、16時試合なの で、 で今現在、はい、まあ、準備中ということで、はい、各スタッフの方が準備をされているということで、はい、ニューゾーとは2002年同期入団で、はい、そこから、まあ、ニューゾーもずっとマリノス一筋でしたけど、はい、僕は2007年までかな、はい、在籍させてもらってポジションも被ってたしね、うん、まあ、俺途中からまあサイドバックやったりとか、はい、ありましたけど、雄三は代表キャップなんですか？20分。しかもワールドカップ予選も出てるよね。ワールドカップ予選は出てるね。雄三何番だったっけ？背番号あんま決まったのがなかったんだけど、特にない。4番ね、つけてた時あったんだけど、本田圭佑さんに、うん、4番をよこせって言われて、いやまあでも自分の番号じゃなかったんで、うん、あ、ぜひみたいななんかね、その時コマちゃん3番で、はいはい、で、自分が4番つける機会が多くて、うん、3か4がつけなかったみたいで、うん、コマちゃんに聞いたらコマちゃんはやっぱこだわりが強くて、はいはい、嫌だって言ったらだけど俺はもうあの本田さんに言われて即決でしたそもそも俺の番号じゃないしなるほどね。それであの、うん、ナンバー4が生まれたっていう、そうなんだ。ちょうどその時期なんです。はい、映像がね、到着して、はい、本田圭佑選手の4番がね、生まれたということです。映像が試合に実際に絡み始めたのが、試合に最初に出してもらったのは、まあ、2年目だから、ね、2年目、3年間カップ戦とかね、はいはい、でも、バンバンこう出始めたのは5、6だね。5、6か、うん、それこそ、ユージさんとマツさんとユーザーの3バックとかね、全然割って入れない。基本的にはもう、でもユーザーもセンターバックで、ずっと、はい、ずっとナスさん器用だったけど、僕はもうね、不器用だったんでそこ一本しかなかったんで、そこでやっていくしかないと思ったんだけど、ナスさんは結構、はい、器用だったんで、サイドバックやったりボランチやったり、そうね、そうね、できちゃったのがまたね、なんかね、まあね、どこでやっていこうかっていう、そうそうそう、悩みの出になったっていう。これからですね、はい、グッズショップ行きます。はい、すごいね、シャツがあったりナンバーグッズというか、今どうだ、人気の選手って誰？いや、人気みんなあるけど、やっぱテルとかマルコスとか、はいはい、まあ、キーボーとか、はいはい、みんな人気あるんじゃないかな。なんかまんべんなくコータも人気あるし、あ、まあ、それこそタカとかケンユーも、はいはい、人気あるし、宮市亮なんて、あー、あと来て、やっぱ傘とか特徴的ですよね。ああ、まあ確かに。カットこれをサポーターが回して。回して。スタジアムこれということで。はい。向こうに一着誰かの。これ。買ってくれるの？ええ。プレゼント企画ということで。栗原雄三さんと。はい。サイン入り。はい。ユニフォームをプレゼントさせていただくということで。やっぱりね、マリノスといえばね、木田拓哉ですよ。ああ。直属の後輩なんで。なるほど、さすがですね。そう、あ、こちらを L サイズ、はい、ちょっと購入して、お、はい、プレゼントサインしてっていうことで、はい、今ちょっとクラブスタッフの方にお願いしようと思って。すごいね、これもかっこいいバナー、もう巨大バナー、ね、うん、J リーグが、はい、鬼滅の刃と、はい、コラボしてるということで、はい、本当だ、みんなマリノスのエンブレムつけてます、はい、エンブレム、こちら
ドドン。キッズパーク。うわ。お子様向けのアトラクションということで。はい。これは喜びますね。これトランポリンみたいなやつですよね。トランポリンみたいなやつ。おはようございます。おはようございます。と、滑り台みたいのがあってちっちゃい。で、汽車の中でもなんか飛び跳ねられそうですね。なんか。なんとキッズパークに。すいません。失礼します。キッズじゃないんですけど。はい。どっから入るんですか。ここから入る。ここです。はい。あ、なるほど。これよく、よくあるやつですね。これやつ。これ、これ、楽しい、楽しいやつ。これ、これ、これ。三半径だから、これで寄ってくるんだよ。うわ、はい。ほら、ほら、はい、これ寄ってきた、寄ってきた。あー、でも楽しい。これは絶対楽しめるやつです。はい。あれさ。すごい、人、めちゃくちゃ集まってきましたよ。人がすごいですね。ステージで、後ほど、トークショーをさせていただけるということで。ラズダイキ YouTube チャンネル名物のスタグルコーナーということで、はい、はい、大人気こちら、じゃあバンさん、はい、あのピザをいただけるということで、ゆうとはね、はい、同期入団って言ったし、もう、榎本哲也さん、はい、あと坂田大輔、はい、坂田大輔さんと田中ハイマツさん、はい、ここら辺よくしょっちゅうね若手会みたいなのねそうなんですね、うん、だから結構講師ともに仲良かったよね。中田の一個下、自分の一個上が10人くらいいたんだよね。そう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 、で、優下がりでトップに上がったのが1人くらいじゃない。だから結構賑わってたんですよあ、来ました来ました。すいません、ありがとうございます。これ見てください。はい、これマルゲリータですかね。いただきます。ギャラリーが見守ってますから今日の食レポは、今日の食レポは、はい、うん、うまい、うまい煉獄さん、はい、煉獄さんに鬼滅コラボということもありますなるほど、そこもちゃんと考えての煉獄さんと、はい、さすがですね。おいしい、サイズ的にもクロッキーサイズ、チーズ味もおいしい、ブロック1枚いけるやつ他にもね、たくさんありますから、はい、試合前に演技を養って降りていってあげて、テンション高く試合応援していただければと思いますね。続いてなんですが、はい、超人気店みたいですね。デリーベリーということで、はい、超甘党の那須は大興奮ですスムージーがあったり、はい、ワッフルがあったりとか、はい、いろんな種類ありますよね。ご用意していただけたそうです。うわー、すごい。トリコロールワッフルです。うわー、トリコロールワッフルワッフル。こちらがビリーズビリーズ。みたいですね。いや、ゆえ、ゆえ。すごい、ありがとうございます。じゃあ、早速いただきたいと思います。はい、どこから食べていいですかね。この青はまだ分かってません、はい、いや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 、リンゴ、リンゴ、リンゴ分かりました、はい、あれですね、いや嘘つけ、このね、ワッフルもすごい美味しい、ね、ワッフルはね、リンゴもちょっとシャリシャリして少し凍ってるんですよ。これは美味しい、ボリューミーで、デリデリスムージー、これでまたスッキリするんです。はい。大満足ですね。はい、ということでここにバスが到着してですね、はい、こちらが選手はロッカーに行くんですが、まあ、今回はちょっと、はい、ロッカーの方には伺えないということなので、まあ、チームのスタッフの方に取ってもらってますので、じゃあオペールの尾形さんで、はい、なんと鹿児島実績、あ、そうなんですね。尾形さんのこの働きっぷりっていう、はい、チームのね、屋台骨を支えているということで、横浜 F マリノスの YouTube チャンネルですごい再生回数で皆さん視聴していますから、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。いただきます。那須さんが入れないってことで栗原が代わって商売します。ここはあの選手が試合前にアップするアップ上ですね。
室内アプリは松田直樹さんのユニフォームをやっぱいつまでも一丸となって戦えるようにいつも飾っております。じゃあ中は特別に入れてもらいましょう。ここがもう選手のロッカールームで、まあ、着替えだとか、まあ、ここでミーティングもしますし、これをきれいにかっこよく揃えているのが今カメラマンの大型くんです。この仕事内容はもう定評があって日本一と言われてるらしいです。かっこいいですよね。本当にね、こう奥位置とかスパイク一つ、ユニフォームとかも綺麗に置いてあって、選手はここに入ってきた時、今日もやるぞって気持ちになりますね。こだわりのポイントとかあれば、隅っこが好きな選手は隅っこに置いたりとか、あとまあ言葉の関係あるんで、ブラジル人選手は比較的並べたりとか。選手たちはアップ側ってここから上がってきます。あ、で入場はこの下を通って、はい、芸人みたいな、うん、なんかここら辺の時でどういうテンションだったの？この時一番高揚だよね。あ、もう行くぞって、ここの通路で、真ん中でこう審判の方とか相手チームの方が会うんですけど、ここでこうマリノスの関係者の人たちが待ってくれて、ハイタッチしたりして、音楽もなるよね。なる。演出もなんかモチベーション上げてくれるよね。本当に。ちょうどね。あ、はい、ここで対面するんですね。ここから整列して上がってくるんです。うわー、すげえ、ね、7万ちょい、7万ちょい、すごい、はい、で、ホーム側のベンチサイドというか GTR のシートだって、はい、GTR のシート、すごい、これいいんですか？那須監督、那須監督、あらあらあら、入れてもらえる、はい、いきまーす、はい、はい、ということで今からですね、ビッグエリアということで、はい、はい、特別な思いはないと入れないということで、ありがとうございます。VIP ということで、おお、まあ、ラスタングラスはもう顔パスなんですけど、そうなんです、形式上顔パスじゃないですけど、これでいいよね、はい、今年のえ、アウェーしよう、これ練習着、練習着、練習着、こっちは、これが練習着、あ、これが練習着、おー、すごい、あ、なるほど、パートナーズとトップスポンサーの方っていうことですか？そう、リップの方ですね、トップスポンサー、ホテルみたいですね。飲み物とかも飲めるんですよね。飲み物も、まあ、あの時期によってはお酒とかも飲んでもらって。ここがリップの方が見られる観戦エリア。シートがちょっと見てください。はい、レザー。レザー。レザー。あー、気持ちいい。優しいですね。やす、こちらも、はい、観戦エリアということです。はい。はい、うわー、ここ見やすい。2019年、FC 東京です、はいはい、その時はやっぱり優勝がかかった試合で、はい、もうほぼ満員、はい、で、自分も引退ってことで、あー、なるほどね、ほぼの、まあ、ほぼ7万人くらいとかでセレモニーやっていただけた、あー、リーグ優勝で引退を飾れたっていうね、はい、なるほどね、まあ、いっぱいありますよ、だからチャンピオンシップもそうだし、あ、そうだね、あの時どうだった、チャンピオンシップ、あの時はね、ベンチがやるんだった、あ、ベンチだった、俺ベンチだった、あ、16人だったんだよね、あ、そう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 、ベンチが少なかったんですよ、ベンチメンバーが、3万人になるとね、これね、ほんとね、不思議なことで、これ3万人ぐらいでもちょっとね、空いてる風に見えるんですよ、あ、これがもう満杯になると、高揚感が、ピッチから見た景観っていうのは忘れられないですよ、すごい、逆はどうなの、苦い経験っていうか、2013年かな、うん、
まあここで最終節の前、アルベックス新潟の試合があって、その時もほぼ前、勝てばもう優勝だった、うん、あのラスト2節残ってて、どっちか勝てば優勝だったんだけど、最後は川崎のアウェイだったんですよ、うんうんうん、ここでホーム満員で優勝決めたかったんですけど、うん、その時も7万人近く入って新潟に負けてしまって、ここでね、その時優勝してれば、うん、めちゃくちゃ盛り上がったんですが、まんまとやられてしまって苦い経験、それもかなり覚えてます。やっぱそういう、ね、そういうのもやっぱ記憶に残りますよね。いやーね、本当にたくさんの物語が生まれてる、はい、もうスタジアムってことで、はい、今日は一緒にイベントを、はい、そうですね。あれ、奈緒さんもマリノスで ご一緒に、ちょうど、はい、これがちょうど2020年にしたから、ね、はい、ちょっとだけやって4月までやった。トークイベントも楽しみですね、はい、そうなんですよ。じゃあ、ちょうどまたお願いします。はい、今から私、はい、EJ リーグアンバサダーをさせていただいたので、はい、EJ リーグの、まあ、横浜 F マリノス優勝したということで、はい、その選手たちがね、はい、報告会ありますので、ほら、あ、懐かしい顔ぶれが、懐かしい顔ぶれが揃ってますよ。はい、こちら、そうです、全部変わるんで、はい、早速もしちょっと申し上げます。皆さん、こんにちは。EJ リーグ2021アンバサダーをさせていただきました、松田大輔です。みんな挨拶はしてないですからね。横浜 F マリノスの方々には、まあ、そうですね、確かに。うん、引退してから初じゃないですかね、はい、こういう形で。ブーイングにならないといいですけどね。ブーイング最高じゃないですか。でも最高ですよ、もう。まあ、うまくしていただけるのって最高です。全然急がずゆっくりで大丈夫。なんかいいですよね、はい、やっぱりこうやってチームの一員として、はい、うん、ちょっとあの V 見ただけで俺ちょっと泣きそうになりますもん、ね、あの感動が、感動が磨いてきますけど、はい、2003年です。あ、ありました。あれ145番。あ、ほんとだ。え、ナオさん、本当にマリノスいたんすね。いたんだよ。本当だ。フィニッシュ、これ覚えてます。これ初ゴール、全くゴール後真っ白で覚えてないですよ。これ沼田裕二さんとかに頭ボカスカ叩かれて、あ、そうなんですね。みんな祝福してもらいましたよ。懐かしいじゃないですか。懐かしいっすね、本当に。そうですね、だから横浜Fマリノスの、はい、3名の代表選手と、はい、なんと、ナスが、はい、対戦するんだよ。手荒めにお願いします。スイッチ入りますからね。そうですね、はい、戦略は守る。守る。ドラマを起こしたいな。まさかのナスが。やばい、やばい、やばい、やばい。バオさん、あっ、あっ、危ねえ。いいんじゃないですか、那須さんの守る領域。もうそれしかないですよ。ワンチャンスですよ。あかん、これあかん、オフサイ、これオフサイ、オフサイ、オフサイでしょ。オフサイ、ノー、やばスルパス、ノー、ごめん、危ない。まだワンチャンスありますよ。いや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 、あかんぞ、3点はあかん。え、うん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 、いや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 、まあまあまあ、分かりきってましたけど。いや、さすがの、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。マジでくず、シュートいくまでかって感じ。今回です。ありがとうございました。レジェンドトークショー。
さあ今日は豪華に2名のスペシャルゲストが登場。そんなわけで早速皆さんをねステージにお呼びしたいと思います。大きな拍手でよろしくお願いします。元横浜 F・ マリノスディフェンダー那須大輔さんです。ありがとうございます。元横浜 F マリノスミッドフィールダーの現在は FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さんです。よろしくお願いします。さあそして横浜 F マリノスクラブシップキャプテンといえばそう栗原雄三さんです。はい、ありがとうございます。元2002年から2007年まで横浜 F マリノスでプレーさせていただき、現在 YouTuber してます。那須大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。なんか懐かしいですね。2000年から2002年まで、3月までですね、横浜 F マリノスにて FC 東京でプレーを、はい、してきました石川と申します。こうやって挨拶させてもらうのは2017年の自分が引退を決めて発表した後でなんかギャンギャン泣いてた時だったんですけど、今日は笑顔で、はい、楽しみたいと思います。よろしくお願いします。盛り上げてください。よろしくお願いいたします。今日で3回目なんですけどよろしくお願いします。だんだんコンパクトになってきますね、コメントが。はい、それではおかけください。よろしくお願いします。 YouTuber、 具体的にどんな感じの YouTube を？もうとにかく J リーグにお世話になって、はい、こう日本サッカーを盛り上げたいっていうので、はい、でまあ、サッカーを中心にいろいろと人気だったり認知だったりしてもらえるように各クラブとか回らせてもらったり、はい、魅力をこのスタジアム、今日だったら日産スタジアムのサポーターも含めてもう魅力をね、はい、存分にたくさんの人に知ってもらいたいので、まあ、そういう活動をさせてもらってます。なるほど。はい、雄三さんはご覧になったことありますか？あります、たまに。でも以前2、3回ぐらい、うん、そうだね、ただでギャラなしで出たことあるんで。あそこ念に持ってらっしゃる？今日はまたちょっとこの前に撮影させてもらって、はい、どっぷりもらえるっていうことなんで、ちょっと頑張ってきました。なんかあれ3回目でもなると結構いやらしい話出てきますね。石川さん現在 FC 東京のクラブコミュニケーターという、はい、肩書きをお持ちなんですけども、はい、具体的にどのようなことされてる？地域だったり社会のつながりをやっぱり作るきっかけを、まあ、自分がアクションを起こして作るっていうことと、まあ、それはクラブの外に対してのアクションで、クラブの中でいうと、まあ、いろんな部署あるんで、まあ、例えば事業系とかプロモーションとか、まあ、運営も今日もそうなんですけど、まあ、そういったところにいろいろ携わらせてもらって、まあなんかその部署を越境しながらこうクラブを一つにしていくっていうような、まあ現場よりも今はビジネススタッフ、フロントスタッフの方で仕事してます。石川さんはあれですか、 YouTube とかは？僕はもう完全にデルチューバーです。デルチューバー、はい、チャンネルに出させてもらう側なんで。ああ、ゲストの、そうです。でもナスのチャンネルにも出てますし、FC東京も YouTube チャンネルあるんですよ、はいはいはい、で今ちょうど、スタートしてるんですけど、アワカパークオンラインといって、はい、僕とあと羽生直武さん OB ですけど、はい、毎試合、まあ、アウェーですね、特に5時間配信してるんですよ。5時間？ 5 時間で、試合中は音声のみの、YouTube のその配信で、動画はダゾン見てもらって、はい、で終わった後反省を1時間するっていう。まあ、ある意味 YouTuber ですよね。あ、そうですね、はい、完璧にそうですね、はい、なるほどなるほど。実はチームの方で今日お二方いらっしゃるよって話をちょっと投げかけさせていただいて、質問あるなんていうので言ったんですけども、それぞれの印象、意外な一面を教えてくださいということで、意外な一面この人持ってるよっていうのがあれば暴露をしていただきたいと。直くんは本当にもうこのイメージのまんま爽やかで、はい、直くんはねもう本当に直くんはね、いいですね、直くんはいいですね、もう本当こういう感じで、はい、もう全く裏表ない感じ、裏表ない直くんはね、はいで、その隣の方は、はい、まあ今すごい活躍されてますけど、一般の方っていうか那須さんのイメージ結構爽やかとかなんかそういうイメージだから。ありますね、はい、全然そんなことないですね。ドロドロしてるってことですか？ドロドロもドロドロですよね。もうなんか爽やかにやってんの腹立つくらいのなんか、あ、演じてる的な、完全演者っすよね。どうなんですかご本人は？演じはしないです。演じはしない、はい、人なんで、はい、まあ、サッカーだったらサッカーに見せる
構顔もあるって言いますし、はい、プライベートでユーザーに見せる顔はやっぱ違うので、あ、講師ともにやっぱ仲良かったので、あ、なるほど、はい、結構もういろんな那須を見せてんですよ。デビル那須を見たら人間味が見えてくるんで、あ、言葉遣いとか変わっちゃうとか、言葉遣いも変わるし、もうすごいですよ、とにかくこういうの込みで雄三は素直な人間なんで、はい、だからこそこう年も関係なく、うん、講師ともにお付き合いできたっていうのはありますし、はいはいはい、こう言いながら2人になるとすごい優しいんですよ。みんなの前ではこうやってこうツンデレ系2人って本当に優しいんで、ツンデレなんですか。ツンデレなんですよ。そんなことないですよね。で、石川さんの印象というのはなんか、ハオくんはね、見たまんま、そう、落としたいんだけど落とすとこ特にないんですよね。で、自分の中でマリノスのもう人間だと思ってるんですけど、いつの間にかなんか東京の方行ってるからなんかおかしいなみたいな、いつの間にかね東京の方行っちゃって、どっぷり東京じゃないですか。確かに YouTuber っていうのをさっき ご自身でもおっしゃってましたけど、はい、だからその肩書きにちょっとこううーんって違和感を感じる人もなんかいるって聞いたことあるんですけど、はい、YouTuber って言われても全然大丈夫ですか。全く問題ないですね。っていうのも、まあ、あのプロサッカー選手の時に YouTube 同時並行やったんですけど、はい、その時はさすがにちょっと YouTuber って言われると少しで、ちょっとありましたよ ね、その当時ありましたけど、まあ、今僕が何て言うんですかね、その何か言われることが目的だったら、それを気にすることが目的だったら別に気にしてたかもしれないですけど、僕は本気でやっぱこういうたくさんのサポーターとかこういうチームっていうものがみんなが重なり合って大きな力を生むっていうところをするために映像を通してたくさんこう広げたいんですよ、はい、なので YouTuber って言った方が親近感湧くと思いますし、あ、分かりやすいですもんね、はい、プロサッカー選手っていうより YouTuber ですっていう方がもうで実際やってるので、あ、まあそうですよね、はい、だから胸張って僕はこういう活動してますっていうことでもう YouTuber っていう、はい、はい、マリノスに所属されていた中で思い出の試合、印象に残っている試合、プレーなどを教えてくださいということなんですけど、僕はもう2003年完全優勝した時がやっぱりもう鮮明に覚えてて、あれ岡田監督が就任初年度だったんですけど、僕センターバックでやってて、その前の年なんかほとんど試合出てない、もう僕をボランチに使うなんてギャンブルだったんですよ。しかも開幕の3日前に言われたんですよ、那須スタメンで行くぞ。で僕がその時言われたのは、もうボランチなんかやったことないので周りも見えないですし、那須のパスコースは奥大輔と遠藤昭弘だって言われて、2人に預けて僕はパスコースから隠れるっていう、もう守備だけをするっていう、守備特化してやってましたから、本当あの年完全優勝、まあ、最後も劇的にっていうところだったんで、本当記憶に残る、はい、年でした。あ、なるほど。石川さんはございますか。僕はやっぱりそのデビュー戦ですね。あの2000年にまあ入団して一番最初に出たのが国立競技場だったんですけど、はい、まあ、当時鹿島アントラーズと、で僕ボランチで出たんですよ。当時の RDS 監督に、お前は徹底的にビスマルクだけついてろって言われて、わかりましたって言って入って、コーナーキックになってビスマルクどこだってこう探してたら、コーナーキックの方が蹴り行っちゃったんですよ。で僕どうしたらいいかわからなくなって、おどおどしたっていうのは覚えてます。でもその試合は3対2で勝ったんですよね、はい、だからすごいあの初出場で、自分が6年前で、その時の小学校6年生の時にマリノスとヴェルディの開幕戦を見ていて、スタジアム で、はい、でその6年後に自分が同じ国立競技場でデビューして、で試合勝ってって、すごい感慨深かったですね。あ、今日はスペシャルゲストに那須大輔さん、そして FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さん、ありがとうございました。貴重なお話伺いました。ありがとうございます。拍手お願いします。そして雄三さん、ありがとうございます。ありがとうございました。そう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 、はい、今からイーテレリーグアンバサダーとお話しさせていただきたいと思います。那須緊張ですね。いや、もうさっきイベントで結構喋ったんで、はい、アップになりました。試合終了ということで、はい、本当にエキサイティングな試合内容で楽しい試合をしていただいたと思います、はい、今回は日産スタジアム、はい、
から試合当日をお届けしたんですが、今回も1万8000人超えるサポーターの多くの方が応援に来ていただき、やっぱりあの雰囲気だったり、本当にサポーターのみんなと一緒に分かち合うとか、はい、戦うとか、はい、そういうものがね、本当にやっぱり見る者の背中を押しますし、やる者、プレーする者の背中も押すので、皆さんね、ぜひあの足を運んでいただき、応援していただけるとチームの力になりますので、ぜひ皆さん、残り試合わずかですが応援していただければと思いますので、概要欄の方に、横浜 F マリノスのリンクも貼っておきますので、はい、皆さんぜひ応援の方をよろしくお願いいたしますということで、はい、あとですね、プレゼントの方ですね、はい、木田選手、はいはい、木田選手のユニフォームを購入させていただいたので、豪華なプレゼントを皆さんぜひぜひ応募していただければと思いますので、横浜 F マリノスの応援をよろしくお願いいたしますということで、はい、次はどのスタジアムに行くかお待ちください。皆さんサッカー盛り上げましょう。